せーの、ダドゥーン。はい、タケです。今日はですね、ちょっと見えてるかな。これ、前にフィギュアをくれた視聴者さんからもらった。なんか、その人も、なんか、動画とかやろうかなとか言うとってんけど、結局やれへんようになったからって言ってくれた。開封していきまーす。これのなんか初代のやつは僕持ってんねんやん。まずはこれ説明書かな。あ、ちゃうわ、袋や。袋とテーブルとだけ。そうやね、こう新しくなったやつってこの中カチャってつけれるらしいんやん。ちょっと携帯これ。おお、なるほど、こうやってつけれるみたい。これが本体か。こんな袋まで残してくれてんねんな。おお、まあちょっと置いとこうか。で、何やろこれ。なんか中国語で書いてるか分かれへん。これ日本のんちゃうかったっけ。で、これがまあこれ分かって、ここにこうつけたら三脚になる。久しぶりのなんかガジェット嬉しいな。これなんなんやろな、ほんま。どっかにつけんにゃうか。書いてないよね。まあなんかネットで調べます。で、とりあえずこれがだいぶ軽くなったな。こっちが僕が持ってるやつ。さすがに電源は入れへんか。あ、動いた。じゃあこれ充電はしてあんのかな。これ、お、これでいいのか。で、つける。なるほど、これちょっとバランス合わせなあかんねんな。もうちょっと。なるほど。なんで今回のはいいのはこれが伸びるから結構こう自撮りするときとかもこうちょっと向こうの方から行けるという感じで、いいんちゃう、いいんちゃう。なんかいろいろあると思うから動画撮ってみます。ではこれで遊ぶ。こうね、どこに行ってもこれを追従すると思うねんやん。とりあえずこれをおもちゃを開封。これ開封。あの駄菓子屋さんってあるやん、イオンとかそんなところの追従してくれるからね。ほんで今駄菓子屋さんで売ってたやつのおもちゃ買うてもらう。なんかシール貼らなあかんみたいやな。ではこれで遊んでいきまーす。今は何もしてないねんけども、こうやったらカメラがニャンって横に向くようにやってみるね。それ、これは画面上のこの
赤のおもちゃをこう囲ってあげたらええっていう感じやねんけども、やってみようか。でこれがほら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 ついてきた、ほらついてきたついてきた、いやーって言っても基本この画面の真ん中に来るようにちゃんと追従してくれんやん。どのぐらいの速さいけんやろ。はっ、おっ、おっ、まあまあいけるな。へえ、いやー、あーと。ということでこれからこのジンバル使っていろいろ遊びたいと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。仕上がりにちょいと参上入れてもろうて、ご飯